しりとり大喜利。どうも、名称のアルキです。ハイトです。どうせです。もちです。はい、ということでですね、しりとり大喜利とは何ぞやと、はい、いうことなんですけれども、まずルールをね、説明いたしますと、ゴリラと答えたとしましょう、はい、そしたら次がハルキくんだとしましょう。ゴリラの語尾についてるラから始まった回答をしなくちゃいけないというルールで、で、一番最初の人はお題の最後の文字からスタートしなくちゃいけないっていう。大喜利っていうのは、いかにお題に沿ってぶっ飛んだものを出すかってとこなんで、逆に縛られるとおもろくなる可能性が上がるんですよ、うん、とりあえずやっていきましょう。はい、はい、お題いきます。はい。登校中、校長先生が判決状態で歩いていました。何があった。タで、むずっ。いや、今考えてもしょうがないんだもん。そうなんだ。姿勢悪すぎじゃん。ダンゴムシみたいな。違う、地獄なんだけど、マジで考えない。制限時間設けましょう。5分。5分 OK。 3分。3分 OK。 登校中、校長先生が判決状態で歩いていました。何があった。体育教師とつかみ合いになった挙句の結果。これはね、言い方の問題だよ。自信のなさがな、出てる。マジむずいよ、このお題。で、かだよ、かだよ。オッケーオッケー。できました。校長先生が判決状態で歩いていました。何があった。あの、館長を刺しながら歩いてたから。それ面白い。いや、面白い。面白い。やった。面白い、面白い。では、カイドくん、だで5、4、3、2、1。 OK! おジャスト。校長先生が判決状態で歩いていました。何があった。ラストの登校日だったので、インパクトを与えたかった。まあ、これがしりとり大喜利の難しさです。そうね。ちょっとさ、一緒のラやっていい。あの、ラッパをケツで吹いていた。令和元年に流行るものと、ハッシュタグハグキアート、令和元年に流行るものとは。一周回ってアイドルとかこうなるんじゃないかなっていう予想です。米はまだ60。パクリやん。東海のパクリはね、重罪だよ。いや、イオンまだ16ってあるじゃん、曲で。それは東海のパクリだ、答えとしては。え、そうなの。あ、これだわ、見たわ俺これ。やめてくれやめてくれ。今日調子いい2人かね、やってみます。これでおもろくなかったらやんない方がいい。2025年に新しい法律ができました。それは何ですか。柿の種のピーナッツ全廃法。ちょっとおもろい。おもろい。おもろい。海は広いな、大きいな、ノート外したら懲役5年。いいですか。言いたくなさすぎ、やばい。2025年に新しい法律ができました。その法律とは。牛をあがめ奉る牛毛祭を国会議員全員で毎月28日に行う。